お願いします。代表質問させていただきます。テレビ朝日の斉藤です。お願いします。まず今の率直なお気持ちを聞かせください。いや、そうですね、去年だっけ、今年の6月で石黒選手に決勝で敗れて、でそれからこの12月の天皇杯で、そう勝つためにリベンジするためにっていうふうに、こう今まで の半年の練習への取り組んできたんですけど、やっぱりそれでもまだ足りなかったっていうのと、それこそ試合に負けて単純に悔しいというのと、あとやっぱそうですね、負けてしまった自分がちょっと情けないというか、そういう風に感じてます。決勝ご自身で振り返ると、良かった点や課題、見えてきた課題などはありますか？そうですね、前半のそれこそ試合始まってすぐの入り方は結構、まあ、この大会通してこう改善して、初戦とか準決勝より改善できたと思うんですけど、やはりその分こう後半やっぱ自分が浮いてしまったりとか、相手にこう隙を見せてしまうっていう場面がやっぱ多くあって、そこをやっぱちゃんと疲れてしまったっていうのが、そのやっぱスタミナの面もそうですし、単純に筋力とかそういう技術もそうですけど、そういう身体的な面でもやっぱ多くこう課題っていうのが見つかったと思います。この大会パリ五輪への第一選考ともなりましたけれども、今後も選考は続いていきます。今後のプランや目標などをお聞かせください。そうですね、まずはこうこの大会をこう通して自分がこう改善すべき点だとか、しっかりと反省を、まずはしっかり反省をして、自分のこう弱点だったりとか、もっと伸ばすべきところをしっかりと伸ばしていって、また6月に全日本があるので、そこに向けて今度は勝てるように練習を続けていきたいと思います。ありがとうございます。代表質問以上とさせていただきます。そろそろ時間となります。質問がある方はいらっしゃいますでしょうか？最後の一つとさせていただいてもよろしいでしょうか？大変申し訳ないです。ジャーナリストの阿波野と言います。前の学生選手権の時に取材させていただいて、なんか今日見てると、背が高いから懐が深いはずなのに、割に簡単にタックルに入られちゃうと。しかも両足タックルやられることが、ね、多かったんだけど、その辺はなんかこうどんなところに原因があると思われますか？そうですね、やっぱさっきもこう話したんですけど、はい、やっぱ自分のこう後輩になるにつれて、やっぱ構えが浮いてきてしまって、その深いはずの懐にこう相手が入れてしまうような隙間っていうのを、やっぱ僕がこう作ってしまったっていうのが、そうタックルにこう簡単に入られてしまった原因だとは思ってます。あ、そうですか。前の天皇杯で負けて、明治杯で負けてからは、主にどんな石黒対策を考えてたんですか？そうですね、やっぱりこう序盤のタックルとかが特にそうなんですけど、こうやっぱタックル入った後に6月はこう下に行ってしまったりして、まあ、今回も結構後半とかは下に行ってしまったんですけど、そういうので点を取られていたので、練習としては最初、一番最初に入ったタックルのように、こう自分が上に上がるというか、こう下で処理をしないようにっていうのと、あとそうですね、やっぱりまだ筋力的な差があるとは思っていたので、こう押し負けない構えというか、それもやっぱ後半こう
あの体力が少なくなってくるにつれて崩れて浮いてしまったりとかしてしまったんですけど、そういうところをこう意識して練習はしてました、ありがとうございます。大変申し訳ないのですが、時間が迫っておりますので、ここで終了とさせていただきます。ありがとうございました。